この部屋は2秒後に爆発する。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、うん、今日6時からのポコナカクラが、うん、実はカズポコクラ番外編になっておりましたので、はいはい、このカズポコクラ後編から見ると、うん、ちょっとわけわかんないことになるので、そうだね。そうだね。6時のやつを見ないと何やってるか全然わかんないだろうね。あと、楽しさが全然半減以下。5% しか楽しめないと思うんで。そうだよね。あっちを見ないとマジでわけわかんないよね。まずそちらを必ず見てから、はい、戻ってきてください。お願いします。言いましたからね。もう言いましたからね。そうだよね。こんな前提で僕ら進めていきますので。そうだね。はいはい。よろしくお願いします。お願いします。一旦まず寝ましょうか。おーい。大丈夫大丈夫。違う違う。ずーっと何しようおはやちゃーおはやちゃーさあ、今のとこね、4つの所見台が、うん、もう設置し終わりましたので、はい、5つ目のね、最後か。所見台を、うん、作っていきましょう。おい。おい。で、その場所なんですけども、はいはい、上からスポンって見えるとこで結構いいとこ見つけたんですよ。あ、マジで？この中をちょっとくり抜けばいいんじゃないかなと。なるほど。何マスぐらいいる？あれ。5×6 とか、そんなもんでいいんですけど、ただ、回路組むから下に、うんうん、それが広くなると思う。こんだけ高さ盛れば、まあ、木から見えもんで、うん、こんなもんでいいんじゃないかな。そうだね。そうしよう。おーい。あ、牛なんか消えましたね。ほんとだね。いなくなってくれた。なるほど。で、これが最終的にカズさんを言わす場所なんだね。そう。あ、奥に6ってことか。7の方がいいんじゃない？こう、隙間。あ、そうしようか。じゃあ、こっちの方が。じゃあ、掘る。側にやっぱね、全力を。そうね。やっぱ雑なドッキリはね、愛がない。これはもうでも、今までで一番手の込んだ。こんなですね、いたずらだね。間違いない、うん、間違いない、本当に。まあ、建物は何でもいいんで、うん、要は、うん、今回作るやつが、うん、最後のページを開いたときに、うん、起動するんだよね。そう。レッドストーンが反応して、うん、まあ、今回は爆発するっていう最後。すげえ。やるというらしいんですわ。なるほど。これを、ページを最後まで開いたら、カチッとなるんや。はい、すげえ。最後の最後は、うん、ページ数をちょっと稼ぎたい、文章的に。なるほど。1ページ1文字みたいな感じに。あ、いいかもね。文字数、爆発させするっていうやつを読ませる。そうなんですよ ね。それもいいかもしれないですね。だから、ま、過去の遺産のくだりがあるんで、うん、過去の遺産を、馬鹿にした罪を、うん、償いみたいな。なるほど。馬鹿にしたというか、うん、使ってないことに戒めみたいな感じ。なるほど、なるほど。あ、それかも、おめでとう。うん、盛大な花火を上げてやるみたいな、そういう感じなんですか。ああ、そうだね、はい、そっちの方がシンプルかもね。そうですね、うん、OK、できた。お、できた。ちょっと関係ないところに所見台を置いて、うん、君たちをおめでとう。君たちに私から祝福の花火を与えよう。あれ、なんもないですね。ないな、ないないない。この部屋は2秒後にかかる。あ、いいよ。いいですね、うん。仕込んだ TNT とかは。あ、TNT は今からなんだけど、うん、下のファイルは大体。じゃあこれもう置いても大丈夫？あ、テストができんで本当に爆発するから大丈夫。まあ、それテストします。なんだ、大丈夫そう。うん、あとこれは TNT を敷き詰めまくろ。目いっぱい目いっぱい力いっぱい敷き詰める。あとこのファイルだけ作りさせて。これドア閉まりました？上の。お、閉まってる閉まってる。閉まってますよね。あ、出れんくなるの。そうです、閉まります。丸いやつ。面白いでしょ、これ。ポコナカ市に残るドッキリじゃない。そうですね、うん、長編ドッキリ、ね、長編、涙の長編ですね。あるね、あるね、ちゃんと見えるよね。いやー、できたな、ね、できたね。半時間ぐらいかかった、いろいろ。いや、めちゃめちゃかかったね。何時間かかったって。うん、文章だよ。やっぱそのストーリー性を持って、うん、愛を持って爆破したいと。そうだよね。だから僕らも巻き込まれますし、うん、そうだね、みんなで仲良く。そんな感じで、うん、ちょっとカズさんを待ちましょう。はい。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。です。兄貴です。よしです。カズさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、前半カズさんのね、
動画を見てくれた方は知ってると思うんですけども、すごいバグに見舞われてましたけども、よかったね、はい、あの完全に治りましたねよかったよかった。レルムを使ってる人はダウンロードとアップロード、これをすることによって、リフレッシュされますので、もし困った時は解決方法はあまりないだろうね。そうですね、乗ってないだろうね、うん、後編はエメラルドうまうまですか。いやちょっとカズさん、僕ねやりたいことがあるんですよ。ちょっとこっち来てもらえますか。これ題しまして、兄貴プレゼンツカズポコお宝探し大作戦。え、何それ。何この突如始まる何が始まったの、ついていけんねんけど兄貴自身も今のなんかすげえふわふわしてる。うちのターンの時にプレゼントしろよこれやっぱね、ポコ中の方で、うん、そうですね。これ何、これこれ初見台で、うん、今本を置いたんですけど、うん、村の周りなんですけど、うん、読めばいいのこれ。そうですね、多分これ一緒に見れるんだよね。そう、あの初見台にある本は一緒に見えるんで、次のページ行きますよ。おっ、制限時間10分、はい、カズ、コミチン、ヨシの3名で、おい呼び捨てやぞこれそれはすいません中二病が発揮されたかもしれない。そうですね、僕のちょっと中二病、発見せよって言ってるしね。そう、発見せよと見事成功させた暁にアマゾンギフトカードを申請すると。はい、ほうほうほう、こんなに活躍度は私兄貴の独断と偏見によるものとする。なるほど偉い兄貴上に立つや。一つ目の初見台、ね、あ、もういきなりここでヒントが。そうですね、え、っていうか何をするの、初見台見つかるの。これは地下深く居眠りあまたの木箱、うん、5つの初見台を発見せよの一つ目がそこってこと、うん、そう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 。だ制限時間が10分なんで、うん、まあ、今から測って、はい、みんな見つけるかどうかっていう。なるほど。で、その目の活躍度一回寝よ。おはようちわー、なに、脱いだ方がいいのこれは。そうだね、エリトラはあり。エリトラはどうしようかな、なしにしようかな。装備全部なしで、全部なしでもう預けましょうか。取るやつとかは必要なの、なんか道具とかはいるけど。道具ももう何もなしでいいと思います、足場も、はい、足場もなしで OK。 了解、さあ測る、はい、じゃあ10分、うん、これ活躍度によって、うん、金額違うでしょ、はい、そう全然ちゃうもんな。だって1500円と1万円とかって。笑いなしでいいんやろ、笑いなしで笑いなし、笑いなしだ、取りに行けばいいんやろ。そうですね、勝ちに行こう俺。地下深くに眠り、うん、まね、天の木箱と待つ。楽勝楽勝楽勝、協力しますからね、かつ抜け駆けなしですからね抜け駆けしたらやっぱ兄貴と活躍度としてはどうなん、それは。それはもうダメですね。あ、なるほど、マイナスポイント、マイナスですね、協力せいやね、うんじゃあ10分測るんで、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。そう、こんだから兄貴のことやで、あれ。そうですよね、なるほど。そうこの数ある中のどれかに入ってるんやけど、はい、しかも分かりやすいんやって多分。おー、なるほどね。あ、これじゃないですか、じゃあさん、これ楽勝じゃないですか、母さん。あ、なるほど、やっぱり楽勝やな。まあまあまあ、最初はね。あ、最初は優しいのね。行くぞ、行くぞ、悪い見つけたみたいになんか偉そうな。そうね、あとゲームマスターなんでね。漆黒の闇、地獄の豪華、凍てつく氷、この3つが連想される場所へ向かえ、うん、そもそも氷なんてあったっけ、村に。村に氷はないですよね。何が連想、氷は氷でしょ。ネザーじゃないですか、闇って多分。ネザーかエンド。そこか。僕ちょっと行ってみますね、じゃあネザー。まずこっちじゃないですかね、あれ。なんかあの先とか、しかもボートで行けっていう話じゃないの。いや絶対これ乗れってことだよ。乗るなんて書いてありました俺乗れないこれ、ま、なんで、まあ、この間にもねどんどん時間が過ぎてる。あ、そうか、もうさっそ行こう行こう行こうかな。アイキューとヨシさんだけでもこれ乗ってってなんでアイキューさんだって。ヨシさん、ヨシさん、乗ってありましたよ。いけいけ、それで行かないと初見台を読めねえぞ。じゃあちょっとまさかこれカズさんの作戦。作戦だな、ちょっと。うわ、ひど。母なる大地のエネルギーを集めし、それより本物を見つけよ。ちょっとこれとりあえず本を。ちょっと待って。ここやだ、もうここやだ、ちょっと。ナイス、危ない、ちょっとやめてって急に止まる、ちょっとさあ、残り5分ですよ。あ、わかった。あ、なるほど。でも草集めたところで何にもなんねえけどな。まあ、そうっすね、初見だよ。カさん、こっちこっち、カさん、なんかおかしいやつ1個ありますもん。これ松にツタなんてなかったですよね。あ、そうか、これ松だもんな。これまあまあ、松ですね。あった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 。おー、すごい。次なるヒント、うん、それは草木に紛れ忍び夜、それは全てを無に返す、それは翼授かりし者の友となる、だがそれらは全て過去の遺産である。パカめっちゃ難しいんですけどこの白樺の
はい、バカみたいな白樺地帯か。でも翼授かりし者の友ですからね、うん、そこ結構ヒントですね。エリトラ持ってる人の友達、このそれは全てを無に返すって多分分かった。これクリーパーのことじゃないですか。だからあれじゃないですか、使ってないあの火薬集めるバカにしてる、バカにされてるんじゃないよ。これを書いた人的にはもうただの負の遺産だった。負の遺産とまでは書いてないですよね。過去の遺産。あ、ちょっと一回騙しましょう。夜は重いな、これ。こんにちは。あったー、ほら読みましょう。勇者たちよ、よくぞここまで来た。残す初見台はあと一つだ。うん。だが焦るな。焦ればそれを見落としかねえ。もはや言葉はいらぬ。うん。その眼で、うん、この地の真実を見極めよ。お、なるほど。ものすごい抽象的やな。上から見下ろすとみたいな。あ、なるほど。なんか今までなかったものがあるのか。今までなかった何かがあるはず。あ、あれは？あ、あれ何の建物？どれですか？あんなのなかったぞ。どれ？あ、本当だ。あれなんかありますね。行きましょう行きましょう行きましょう。見に行ってみる？ここにて活躍度。おね、駅に戻る。今赤井さん結構ポイント上がった。ああ！活躍度が一気に下がった。活躍度上がる。活躍度。これな、落下したら活躍度ゼロに戻るっていうのが書いてあったけど、やめてくれ兄貴、それだけは。の活躍をゼロに戻すのだけはやめてくれ。いや、今活躍度は上がりました。活躍度は。ある。ほう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 。これが5個目？そう、これ最後。これが最後か。勇者たちよ。15ページもあるよこれ。めっちゃ長い。本当だ。感動なんか。感動の長編が。長編。なるほど。勇者たちよ、おめでとう。君たちに私から祝福の花火を与えよう。アマゾンギフトカード。乾杯だよ。これ強くなっていくってことか。信号が。この部屋は2秒後に爆発する。この部屋は2秒後に爆発する。あドキリ大成功。カズさん、知らなかったのはカズさんだけなんですよ。ダイヤモンドのレギンスがなんかいや、僕ら言いましたよ、だから VD とちゃんとそう、預けてほしいんですよね。ダイヤモンドのレギンスがなくなった。兄貴がどうしてもあの最後の初見台の爆発をしたり、そのそう、カズさん言った通り信号が強くなってくるらしいんですよ。で最後の1ページ開いた時にそうチコーってやるっていう、しかも扉も閉じ込めるっていう。よくぞ TNT をいっぱい集めた。そこなんだ。元からうちエンチャントレベル0になる予定やったんやん。まあそういうことですね。赤さんレベル上げてるとか思いながら何も言わなかったです。前編で上げといてやられて、どうせ0になる運命だったか。逃れられん運命でしたね。逃れられん運命だったわけですね。それではドッキリ大成功ということで、はい、準備編をね、まだ見てなかった人はまた、準備編から楽しんでみてください。お願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あざました。あざました。